はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、で前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずもう一つの舞台の方かな。こいつは何の冗談だ。どう見てもこれお湯ですよね。あ、温泉だ。露天風呂だよ。混浴か、混浴なのか。そんなことより効能が気になるところね。うん、美肌、腹がへこむ、腰がくびれる、包強というところかの。そんなすげえ効力があるのか。それは聞き捨てならないよ。は、入りましょうか。急がないと。ほら、男子は門の外に出て。シャオムーの適当な言葉に惑わされるんじゃない。金の鎖が埋まった湯に浸かるつもりか。まったくだ。人体に有害なエキストが出てたらどうするんだ。それで美肌になるなら。いろいろ捨てんなよ。ゆっくり風呂に入っている場合じゃねえだろ。ああ、俺たちは異界の門に入ったはずだ。だがこれは一体。門の中が温泉ちゅうのはどういうこっちゃ。銭湯かいな。どう見ても室内じゃないわね。別の空間につながったんじゃないかな。異界の門はその名の通り異世界への入り口に過ぎないということだな。遊園地やらビーチやらを渡り歩いてきたんだ。今さら温泉くらいで驚いてられねえ。金の鎖を調べようぜ。おそらくオーマが動いているはずだ。この世界に出没している正体不明の怪物や鉄の兵士というのも気になるわ。待て、岩陰に何かいる。覗きじゃないか、温泉の。全然違う。なんでさ、今まで全然気づかなかったんだよ、こんないっぱいいたのに。荒神、どうしてこんなところに荒神が。それにもう一つのグループは確か屍兵、この世界の敵ですね。マジで一番風呂取られてんじゃん。いや、そういう問題じゃねえだろ。異界の門が他の世界に通じているのは間違いないようですね。この荒神どもはシエルたちの時代から直接ここに来たのか、それともシャドルが生物兵器として連れている荒神か、どちらだ。分かりきった話だ。何どういうこと。分からんのか。コスモス、教えてやれ。サイコパワーの反応があります。そういうことだ。姿を見せろ、ベガ。はっはっは、我がサイコパワーを感じ取るとはな。強化された力、抑えきれぬか。強化だと？例のサイコドライブってやつか。この力をもってすれば、異世界へ渡るなど容易なことよ。裏で着々と準備していたらしいな。抜け目のない野郎だ。ふんふんふん。しかし、ジュリのやつめ、何をやっておる。この場に巫女を連れてきているかと思えば。金の鎖にシャドルか。この世界には不似合いだ。ご退場願おうか。荒神のエキスが出ちゃう前に湯から追い出さないと。クズどもが生きがりおって。だが今の私は気分がいい。相手をしてやろう。いい度胸だ。そこを動くなよ、ベガ。最高に入ったやつだという感じですかね。荒神は屍兵を片付けつつベガを追い詰めるわ。始めましょう。銭湯で戦闘戦闘なんちってなんちって。だから銭湯じゃないって。温泉中でも荒神を倒す効能はないらしいの。ゆっくり使って回復したりしてね。冗談じゃないっての。奴らがふやけるうちに狩るよ。ちょっとカスタマイズで猫パンチ、どの舞台にこいつを入れるかだな。どうしようかな。 SP は基本的に誰でもいいんで、あんまり使わなそうなやつにしよう。ちょっと装備変更で、こいつでいいかな。間違えた。こうか。伝説の泡立て器、これがね SP100 増えるんですよ。これつけてここに入れよう。え、いいわ。で、あとはもう順番に入れていこう。頑張りましょう。ほい。ボンジュール、頑張りますね。ほいと。根性。てめえ、
行くぜ。温泉は命の泉です。敵ユニットアマドンは出現後5ターンで逃げ出してしまいます。どういうこと？温泉は命の泉ですって。あ、アバドンがいる。コクーンはな、動かないからな。これなんか光ってるよ。ここ行けってことか。移動力6で、まあ進むか。大神がいないからな。私たちだね。とりあえず今のターンはこのままでいいか。高速移動。準備はいい。プラズマフィールドを張る必要はまだないっすね。移動力アップはなし。バイオハザード組はないか。俺たちか。行きます。さくらこのまま行くか。行くで。あ、こいつ移動力5だっけ。バシロンどうしようかな。まあいいや、こっちの方で。おお、そういうことか。温泉から出てくんのか。こいつは動かないからあれだけど。あ、普通に出てくんな。一定量回復しましたの一定量がどれくらいかっすよね。舐めるな。これが私の道。うわー、上がった。軽っ、こいつ。もらった。一着をつけてあげる。突きっぱけ。王家方針。ごめん、つらないんだ。王家方針。これが本当の。攻撃ができん。一回ごとに回復するのこれ。あ、敵は敵のターンで回復して、味方は味方のターンの時に回復すると。任務を開始します。アバドンを優先するか。逃げちゃうからね。仕掛ける。裏から行くか。どうしようかな。ここのところはまだ行けないけど。プラズマヒールド貼れんのこいつらだっけ。俺が行く。こいつらだ。プラズマヒールド。倒せるときに倒す。敵の姿に惑わされてはいけません。お、ブロックなし。どうしようかな。敵の体勢が崩れた。固めた。これが積み上げた空風よ。これで締めるよ。ラリーになるよ。使おう。倒す。で、裏を狙って。今宵の僕なりにやってみるだけだ。上手で。負けない。こんな出来では明治にお仕置きされ。4万3千とか。最高。チャイニーズ美少女。こいつはブロック持ちだな。一応解除しとった。はい。久しぶりに甘いものでも食べようかしら。チュンリーさん。金敵臭。あ、毒になってたね。そういえば。わかりました。敵。そうか、こいつあれがないのか。でもこれで外せるはずだ。鬼神山。やっちゃってください。もう誰も傷つけさせない。先制突破。これプラズマフィールドを貼るとだいぶ楽だな。届くか。横からいけんな。ブロックなし。援護したいと思います。アレックスシンさん。セミフェイショット。レーザービーム。ガイドビーム。おにぎりおいしい。すごい勢いでやっつけます。キュー鳴らします。
これやこれやっ。ここの舞台で一番レベル低いの誰だ？こいつらか。17レベル。こいつら完全に援護に徹しよう。プラズマフィールドさえ張っていてくれればそれでいい。しまった、左に全然舞台を送ってないな。反撃はできないな、こいつは。来るか。あ、しまった、バジラだ。これを使ってくれるのか。敵を振り切り。よーし、やっちゃうから。なるべくな、プラズマフィールドが効いてるうちに数を減らしたい。さあ、どんどん来なさい。おお、反撃できん。完全に逃げていくな。やはりもう一人左に派遣して宝箱要員を持っていかなくては。私の爪とぎ。ではではクレイジーなひとときをあなたに。ジャクレット水晶は乱分的だ。それを見つける。ジャクレット水晶乱分的。それだ。すべての男たちは私。まあ増援は出てくるよね。あれ、こいつまだいたの？ザップーン、あら、いいお湯ね。あ、奥の場所は取られたわよ。そんなことはどうでもいいですよ。あの子は。やん、ベガ様、こんなところにいたの？バレたか。遅い、何をやっていた。例のあれが安定しなくて、それを見てたから遅くなっちゃったの。でも大丈夫みたい、それで報告に来たの。ならばよかろう。バレッタ、あんたシャドルとはもう関係ないんでしょ？契約が終わったからって同じくらいアントと二度と仕事ができないわけじゃないし、やっぱり将来性を考えればシャドルよね。なるほど、シャドルは有料組織か。変わり身が早いというか、柔軟というか。文句あんのか、おら。シャドル親衛隊に入っていてこますぞ。入り組にされるわよ、あなた。重要なのは彼女が言ったあれとは何かということです。想像はつきますが。サイコドライブだろ。結局何に使うものかよくわからないが。知りたい？こんな感じよ。え、あれってモロ星人？どうしてモロ星人がいるのでしょうか。温泉に浸かってご満悦の様子です。なるほど、そいつらか。シャドルの人材不足も深刻やのう。宇宙人までスカウトするんかいな。そやつらはサイコパワーの制御下にある。どういう状態か分かるやつらもいよう。ふんふんふん。チッ。もうあなたの思い通りにはなりません。何をしたんでしょう。あの悪の力がそこまで増大していると。どうやらそうみたいだぜ。他人を操る力が強化されてる。冗談じゃねえぜ。金の鎖は気になるけど、ベガのサイコドライブ、もたもたしてられないわね。まずはシャドルを潰すだけだ。これ毎回毎回出るのかな。回復しましたって。アーマドン追えないな。そうするとこっちからどうする。逃げていくから、こいつらでなんとかなるかな。5歩ずつか。移動力アップはないよな。やりましょう。今 SP が80。回復させよう。ロージストは結構いっぱいあるんで、ガンガン使っていこう。で、プラズマフィールド展開と。サクラは毒になってるから直して、右側から攻めていこう。これはもう絶対倒せんな。こいつだけでいけそうだ。はい、締めくくりはこれよ。変身連でしょう。見ているだけでレベルが上がる。どこに現れたんだ。あ、ここか。
ゃチュンリーもこっちから向かわせるか。こいつ左に行かせよう。アバドンを追うか。追い切れるかちょっと不安だな。ちょっとバシロンの組も向かわせよう。こっちはもうプラズマヒーズを使ったから用はない。行動開始します。ん？どういう地形になってんだこれ。あ、ヒットポイント回復量がない。こいつを先倒そう。めんどくさいから。4900余裕だな。こいつも上に行こう。ここはコスモスと龍拳に任せるか。こう見えても先生ですか。お願い。もう誰も傷つけさせない。現時点をもってサンプリ。届く？あ、届くね一応。言葉はいらない。ブロックはなしか。ぶん殴ってでも黙らせ。てかめっちゃ弱えな。色が金色だから強えのかって思ったら。勝負だ。こいつで決める。そんなことは全然なかった。何度戦っても新た。あ、敵ユニットは回復しましたって書いてあるから、ターンが始まるときに所属部隊が回復する感じか。こっちっていうか複数攻撃か。こっちに敵来るなよ全く。あ、でもゴッドイーター組が狙えるようになったかな。こいつ排除しないといけねえ。6万気絶した。しかもよーし、気絶はやっぱねだいぶ使えるな。毒がね全然使えないんだよね。おお、どっち逃げる。バレッタ来んのか。ベガも来たな。そして鎖が消えた。なんか温泉の体には良さそうな感じだよな、あの鎖のかけら。鎖が消えた？何？錆びたの？いや、おそらく奴らが来た。遅かったな、大間の連中め。やはりそうか、シャドルとの関係は切れてねえようだな。ベガは時間に厳しいね。すぐ遅かったなっていう。なぜこんな遠くに出るんだ。熱い熱いね。シーさん、僕たちの今回のミッションはどのような。あいつらをキリングするのが今回のミッションです。ラジャ、ミッションを開始します。よろしくお願いします。そうだ、よろしくお願いします。わお、ジェントルメンね。みんなで仲良くあいつらをぶっ殺しましょう。うん、オーマファミリー大集合ね。それじゃ行きましょうか。ラジャーです。了解しました。6月6月も頑張らなきゃいけません。うん、言われるまでもない。てめえが俺たちに指図するんじゃねえ。揉むぞ。こんなことなら大間欧州支部にも声をかけておくべきだったかしら。ありえない。全部の場所がシース、大間の北米支部の連中か。それにいいお湯ね。てかこいつらさ、だって服着ながら入ってんじゃん。いいのそれで。まこと結構です。ナイスホットウォーターなのね。服着て温泉入って気持ちいいものなのかね。心と体が癒されていく。まあ馬とか牛はちょっとよくわかんないけどね。
ヒャッハー、混浴だ。いや、混浴って言ってもさ、だからみんな服着てるんだって。極東本部の連中の会、いわゆる温泉会をしようちゅう腹か。一番気持ちの良さそうな滝のところを取られました。ああ、ごめんしてね。場所取りっていうのは早い者勝ちなの。大間の幹部が勢ぞろいしています。社員旅行なのでしょうか。そんなところよ。今のでサルベージは全て終了したわけだしね。言ってたわね。あと少しだって。ここが最後だったの？結局、全て後手に回ったか。大間ども、これから殺そうという相手といつまでじゃれ合っているつもりだ。いつもこんな感じよ。今回はちょっとマジだけどね。アルティメットマジなのね。ちょっとマジとさ、アルティメットマジだいぶ違うと思うんだけど。逆にチャンスかもしれないわね、これは。チュンリーさん、チャンスって？シャドルの総帥に、オーマは幹部が揃っている。ここで全員片付けられれば。はい、彼女たちの計画を遅らせることができると考えられます。ああ、何やら悪だくみをしているみたいね。ええ、邪魔をさせてもらうわ。楽しい温泉旅行のさなか、悪いけど。こちらも、あとはあなたたちを始末すれば、いよいよプロジェクトも大詰めです。これで99個のパーツも集まりましたしね。99個のパーツ？ああ、シスちゃん、喋りすぎ。しかもその数字はいろいろと意味があるのよ。おお、そうなのですか？ソーリー。99。99が意味のある数字？一子相伝の技の使い手を指しておるか、もしくは。偶然ではないだろうな、99という数字は。99番目のかけら。毎回毎回こいつらさ、結構遠いところで話するよね。結構距離あるよね、ここ。よく会話聞こえるよな。あー、こっちちょっとやばくねえか？具体的に。このアバドン。どうするかな？今何ターン目だっけ？これどうやって見るんだっけ？今何ターンとか。わからん。もう4ターンとかそんな感じだろうな。こいつの人分ったら6万か。結構あんな。ここはね、この3人でいけると思うんだよね。マクイス横からちょっとこいつをぶん殴るか。ブロックもやっぱそこそこあるな。毎回最後はこいつなのさ。行け。甘いわね。とんでもねえヒットポイントだな。だから気絶したから、あいつはこのターンをほっとくと。問題はこっちだな。まず攻撃を仕掛ける。これはね、すぐねブロック外せると思うんだよね。おお、倒したか。勝利した二人に熱いメッセージをいただきたいと思います。30レベル。そうやな。西島、なんとかの連撃。後のことは頼むで。俺は必ず戻る。こっちさ。いけるか。あと一ターンあればもしかしたらいけるかもしれないな。さて、まずこれを取って。なんか変なタイツで見えたぞ。後ろから必殺技が使えないからやっぱほっとこう。で、待ちだな。間違えた、攻撃しちゃった。しょうがない、本気で行かせてもらう。あー、重いからな。あ、これ使わせた。お、また気絶した。いいね。
要ですね。注目は異常なんだけど。うう、せっかくの温泉が荒紙に。いい出汁が出ちゃってる可能性があるよね。実際どうなのでしょうか。グボロ、グボロあたりは怪しいかも。左に向かえ。俺が行く。機動力が少ない部隊だな、ここは。お、来た。わざわざ帰り討ちに会うだけだぞ。で、意外にね、硬いんだよね。おわあはまあいいや、次でいけるっしょ。みんな来るね、ガン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 。おお、ってか死にそうだ。2万。よーし、やっちゃうから。どうせあるし使っちゃおう。もうイエーイ。任務か。気絶率が高いな、あいつのアシスト攻撃。やこいつ超軽そう。軽いマークついてるし。7000か。かわいそうだな、これ見てると。なんか勝利はまた旅の味。これで強化されてるっていうんだからな、完全に雑魚的だな。あー、気絶した。ひどいことをする。まずはアバドンを倒そう。片桐に無理は。チェーンソーや。どれやれ。なんや、もう終わりかい。オッケー。で、シース多分こっちに来るな。私ね。で、このコクーンは。こいつに任せて、左を取りつつ倒していくかと思ったけど、ちょっとヒットポイントがやばい気がするな、こいつ。最後の稲妻みたいなので気絶するな。ま、回復はちょっと最後にやれば大丈夫かな。大丈夫よ。横は取れる？あ、取れるな。こんなこブロックありか。しかしジェネシスは一瞬でブロックを解除できるからな。ターゲットロックオンだ。発射だ。とどめだ。解除するわ。回転。止め。なかなかいい動きだったぞ。まだまだ現役。気絶してるんで回復させて、ちょっと忘れないうちにシエルとナナを回復させとこう。よし、いいかな。プラズマフィールドはまだ貼る必要はないからね。次バレッタが来るから、その時にでも。いやー、ちょっと本当かわいそうだな、こいつ。ジミニー、行くわよ。勝利。で、こいつどこまで来れるか。結構来るねー。任せてください。
ください。操作開始だ。行くわよ。モロ星人を先に始末しよう。ここちょっと逃げないと食らうな。準備完了しています。シャオも、ハリウッド爆破じゃ。どうじゃ、思い知ったか。おお、俺だぜ。全然弱いけど、あとキラキラ光ってる宝箱か、それを回収しないといけないな。応戦行動か、少ないチャンスを生かさないと。行け、スライムライフ、決戦闘へ。ロースロークまだまだ、ここからよ。スライムライフ、ロックダウン。こいつの扱いは慣れてるんだな。リバースラック逃がさない。スライムライフ、近接戦闘へ。フィニッシュだ。なかなかいい動きだったぞ。ラジャー、おお、気絶した。ひどい反撃。まずは出花をくじかないと。バカだ、抵抗しないで。手がととどめだ。いい意志だ。抵抗しないで。トレッ、よし、結局はこいつに頼るわけか。それでずっとこんな戦い。オーマの一般兵も大変だな。うん、バレッタはこれは完全防御だな。終わりだ。毒か。ベガーは大丈夫でしょう。さて、行くよ。こいつを左の宝箱を回収しつつ戦闘に参加する感じかな。バレッタ後ろから狙えるな。なんかいいのあるかな。ブロッククラッシュ崩しって何。崩しに行くわよ。よくわかんないけど、とりあえず使おう。ブロックあるし。はい、通りますよ。じゃあ、この、これが私の道。これで、ごめん。ホーシグ。はい、もらった。知らないか。このショーダは痛いわよ。レンゲショー。これにて終幕です。もうバレッタとか敵じゃないな。弱い。もう、いや、なんでこうなるの。何度来たって無駄なんだから、いい加減悪い仕事はやめたら。いくらもらえるかだよね、これで。うん、そうする。あれ、素直だね。これから世界がでんぐり返りそうだから、魔界あたりに避難しとかないと。どういうことなのでしょうか、バレッタさん。一言お願いします。何でも答えてもらえると思うんじゃねえぞ。てめえで考えろや。ほら、取材料払いますって言えばなんか答えてくれそう。世界がどうなってるのよ。ベガの力ででしょうか、それともオーマ。どちらもかもしれません。こいつまずためよう。例によってこれ使って、あとなんかいいのあるかな。ブロック向こういいね。簡単なことです。後ろは取れないから横から。あたしがついてるから。なるほど、先生だから別にブロック向こうとかいらなかったかな。これで終わりだ。相手にとって28000を普通の攻撃で、あ、裏からいけんな。取れるなこれ。クリティカルダメージ 70% いいね。これ使おう。超増えた SP が。まあしょうがない、そういう時のために SP はあるんだから。ってことはやっぱクリティカルは出さないとまずいよね。
私の爪とぎ半端ないよ。私がハーリーボーイ。おい、やめろ。救出してくれ。受けて。カレン、猫なのにバニーガール。いやー、結果出なかったかな。18って、もう少し蹴られてみ。攻撃できるやついねえしな。まあ、あいつはもう死人も同然だから、シース狙えるかな。ちょっとなんか状態異常のやつが結構いっぱいいるな。了解よ。5700、大丈夫でしょう。柔らかくしなやかに。マジンレッソシャインドリーム、しっかりと目に焼き付けなさい。はっはっけ。マジンレッソシャインドリーム、目だけ飛べ。俺一人で十分だ。貴様の遊び、やばいな。こいつのレベルが相当低い。スタンバイ。私の力、ブロックをこいつで外そう。さあ盛り上がってきたね。待ってください、行きますか。シャーキーズは一撃必殺。止まりなさい。一撃必殺ね。先生、そういうのはどうしようかな。左上の敵をちょっと鉄拳組でなんとか経験値貯めようかな。正面から行くとね、やっぱり結構きついんだよね。成功する予感がします。こいつのウルフ、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 ウソロ攻撃大成功です。銃鳴らします。トヤ、うちだ。1万いったかどうかっていう感じか。いかないか。反撃を食らっただけになったな。わかりました。まあ横からこいつは射程も長いっていうところがね、またいいキャラだよ。私ができることをしまし、行きますよ。覚えてください。やった。全部ないよ。これもみんなのためです。私のセイクリッドブレイブ。残り33,000。届く、一応届くね。無理だろうな。でもメツアドキン弱い。こいつで最後かなってことは、ちょっと一回回復させよう。まあチョコレートだな。あー、回復した。22,000って結構回復したな。シース、あ、大丈夫だな。だベガが攻撃してくるってわけでもなかったか。サクラで届くかな。ベガ届かないけど、届かないけど、これ1 1ってな、本当ベガどういう状態なんだ。俺はもう死ぬ。ヒットボイント1しかない。立ってるのがやっとだみたいな。巫女は間に合わずか。うん、まあいい。神竜の巫女のことね。なぜあなたがこの世界の力を必要とするの。世界を超える力、それをより安定させるためだ。だがサイコドライブだけでもどうとでもなる。少し実験は必要だがな。ふんふんふん。サイコドライブという装置の仕上げに来たのでしょうか。世界を超える力か。そんなものをシャドルの好きにはさせられない。ミコさんを守れたことで少し時間が稼げてる。超カミカミなした。少し時間が稼げたのだといいのですけれど。
鉄拳鉄拳。構わん。でこっちの左にチュンリーを派遣しよう。で、あの牛だか馬だかどっちかわかんないけど馬っぽいな。こっちに任せよう。であとここの部隊をこいつはちょっと宝箱を取りながら狙いたいからブロックを解除と。いって29,000。必殺技が使えればなんとかなりそうな感じだな。少しレベル上げたいからな。竜と剣一回クリス・ジルで殴っとくか。13,000。必殺技使えばなんとかなるね。うおー、その代償がこれか。誰か気絶したな。竜と剣か、なんてことだ。で横から援護かければ大丈夫でしょう。ブロックはこれで外せるんで。倒せはしないか。使わないとダメだ。よーし、だいぶ経験値稼いだな。風の剣ヤンなのでお風呂にまで入り込んでくるなんて人聞きの悪いことを言うな。日本の露天風呂楽しみにしていたのに全くもってベリー不愉快ね。ここは日本じゃないっちゅうの。プロジェクトもラストフェーズまで進んだのでまあ OK とします。よう、シーズ、そのプロジェクトのことついでだから話していけよ。おう、あなたも好きね。奥さん大丈夫ですか？ちょっとだけよ。それでそれで？ノー、その手には乗りません。お仕置き怖い怖いですからね。では See you。 いや、もう会うことはないかもしれませんですけどね。なんや、最後はらしくない感じやったで。それだけ奴らの計画は大詰めということか。最後の最後、間に合えばいいかな。次は15,000。うまくいけば倒せそうだな。ブロックは解除。はきっちりこなすのが援護したいと思います。ファンディレーションです。ガンチューズ撃ってみたいと思います。キューフィニッシュ。ダメか。終わらせる。勝利者インタビューです。一言どうぞ。見事なもんだ。あ、これこっちで行った方が早いかな。行くにゃ。下になだれ込んでくるな。この赤いやつを鉄拳で倒せば多少経験値をもらえるかな。少し引きながら行くか。そうするとこっちにこういう感じで行けば狙ってくるかな。ブロック硬えな。ここは攻め続けるしかない。今こそ発想を逆転させる。決まったね。この先に仕掛けられる。ほとんどパトンケーじゃない。シャオムーン
められなかった。確実にね、護衛をつけないとまずいからな。私たちね、これ一歩進んでも無理だな。ちょっとここら辺で待つか。いいぜ。しかも温泉に浸かりながらだからな。反撃不能。や、放ってはおけません。クレーム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 よっしゃ、クリソサイドメイクアップ、えい、これがセイクリンのフレーム。キラーそこだ、クライムクレームキラーそこだ、レコールドだ。こいつね、結構ね、相性が良くないんだよな。飛んでっちゃうからな、上に。私だってこれくらい。倒せないか。次はもっと頑張ります。おっしゃ。これ必殺技使ってくるかな。でも反撃で25000。どうだ。終わりだ。あんまり強くない。おせっかいを焼かせてもらうわ。そこね、ごめん。締めくくりはこれよ。連携承知。方針。これで使えば。舞い散る桜のごとし。ジェミニー、行くわよ。35、いつの間にかすっげーレベル上がってんな。ぬーだが目的を果たした。ゆっくりと浸かりたかったが仕方あるまい。せっかくのお風呂そのまま煮えちゃいなさい。そうはいかん、最後の仕上げがあるからだ。こっちの方宝箱1個あったよね。仕上げか、何をどうするつもりだ。あ、光ってるあそこで。58000か、すっげー減るな。半分以上持ってかれた。これがプラズマの力よ。いや、弱えな、やっぱり。氷をほぐしてあげるわね。今日も戦うの。4000。こっちには来ないか。できればな、2体くらいまとめて倒したかったけど。ここの宝はここから行けるよね、横通って。ちょ、見えないな。行けなそう。あ、行けねえわ。岩がある。一応下から回んないとダメか。さてと、どうしようかな。角度的に、これが見やすいかな。龍剣で、100% まで持っていけるかな。現行犯だ。仕事だ、どいてろよ。みなぎるせ。戦いの中で俺は、よし、プラズマフィールドは展開しておこう。回復をさせないと。ああ、こっちでいいな、ロージストで。プラズマフィールドで、さすがに53000は大丈夫でしょう。フェリシュ極限まで減らしておこう。はいはい、全力フェリシュアザヘルパー。フェリシュアザヘルパー。フェリシュアザヘルパー。みんなで歌って踊っちゃおう。ジャフレイク推奨キメラ分析効果があれば。むしろ1万6000を減らせられるかっていうのがすげえ不安だな。横からチュンリーの援護を入れつつ攻撃すれば大丈夫かな。ちょっとどいてもらえる。これで外してもらおう。社員ドリル負けよ。パキッパキッダンよ。ダメね、
おお、いい感じだね。ちょっとタイミングを見つつ技を発動させた。20レベルか、20レベルか、泣けてくるな。レオンじゃないけど、溜まってるんで攻撃力の高いやつ、コスモスあたりか。まずはシャインセーバーからお願い。鬼神将豪雪、硬い、ブロックが硬い。それ切ります。もう誰も傷つけさせない。全然困難。うん、思ったより減らせられなかったな。痛い。一匹はちょっと残しとかないとな。宝箱取らないといけないんで。あんまり固定しないな。この雑魚敵を倒すか、先に。行くで。それでも2万あるか。やっときな。見せてやろうぜ、龍。真相究明します。いい感じで入ったな。フラッシュアタック、おにぎり美味しい？それでは撃ちます。すごい勢いでやっつけました。こっちだ。あれ撃てない。分析開始。少ないチャンスを生かさないとな。強引にでも崩しに行く。ここだ。集中させる。攻撃力抜け取れ。よし。ロック解除。あとは当てるだけだ。お、気絶した。これちょっと気絶させるかな。とどめだ。ダメージを与えた。次で。まあ、ダメージを与えたっていうか気絶をさせたな。まあいっか、こいつは動かなくて。ああそうか、技使ってくるのか。反撃しちゃったな。まあ、死ぬことはないと思うけど。少し痛いぜ。4700当たんのか。タフなやつだ。よーし、これ宝箱取っても片付けに入って大丈夫でしょう。もうあとちょっと宝箱あるって言われても取れないから。エレキマンの杖。こいつ後ろ取れんな。目標ブーストライブ。攻撃を集中させる。ルーマ州夏マイル。まずこれ。勝利。はい、終わり。私のイケてる大技。カルビは元気に乗っているでしょうか。大丈夫。くっそー、せっかくの温泉だっていうのによ。こっちは遊びじゃねえ。てめえみたいなやつに負けるか。混浴したくねえってのか。あ、したい。最悪だよ。仕方ねえ、箱根あたりで我慢だ。あばよ。こいつ箱根とかに現れんのかよ。大間のやつらすっかり余裕ねえ。最後のパーツっちゅうのは間違いないようじゃな。何が起こるのやら。あとはこの気絶している女をいたぶれば。後ろ取れるやつがいたら後ろを取りたいけど、ちょっと無理かな。行きます。剣と召喚術で助けます。お楽しみはこれか。硬いなこいつ。
も傷つけさせない。全然突破ありなさい。はっ、いや、攻撃は続行。うおぉ、ブロックが敵の耐久力。意外にね、ここなんかパンチにかけるな。頑張ります。くらえ、かえり、もうダメだ。じゃあサクッと料理する。すいません、お邪魔します。行きます。シルフィーラール敵を続けて。切れろ。行きますよ、変身。決まったか。一発されないやつを。しぶといじゃん、やるね。ま、最後の最後はじゃあこっちで決めるか。なんかあるかな、特になんもないから。さようなら。せっかく目的を果たしたのに、打ち上げの温泉旅行を台無しにするなんて。祝うのはまだ早い。99個のパーツの話聞かせてもらおうか。そのままよ。サルベージが必要だったものの数が99個だった。それ以外の説明が必要かしら、坊や。ああ、99という数字、かつての戦いで聞いたことがある。関係ないとは言わさんぞ、サヤ。もう関係ないのよ、今となってはね。さて、ゆっくり骨休みもできなかったけど、それは全てが終わった後でいいかしらね。その全てがこれから起こると。そうよ、私たちにふさわしい場所で、もし再びそこで会うなら、それが運命なのかもね。わしらにふさわしい場所っちゅうと、まあ、あの町なんじゃろうな。どの町だ。じゃが、99という数字が関係ないっちゅうのはどういうことじゃ。かつてのつくも計画と結びつくものかと思ったが、ふむ、今は101体計画じゃったか。これにも意味深な数字がついちょるの。99個で全てというパーツと101とつく計画、なぜ2つ足りない。減った最後毒を食らった。どうだ博士、水質に変化はないようね。荒髪の影響もないみたいだし、モロ星人からも出てないよ、エキス的なものは。変な出汁とか出てなくてよかったよ。問題はそこじゃないわ、夏。金の鎖、そしてベガのサイコパワーの影響よ。わかってるから、冗談よ。水質が大丈夫なのは本当のことだけど。オーマやシャドルがやってきたのは、やはり揺らぎね。どこにあるのでしょうか。それを使えば追跡できるのではないかと思います。もう閉じてるよね、残念ながら。連中が閉じていったという方が正しいかしら。つまり、奴らは揺らぎを操っていると。そういうことみたい。オーマとベガのどちらが制御しているかはわからないけど。空間技術の掌握、まずい流れね、これは。オーマは最後のサルベージを終了し、シャドルはサイコドライブとやらの最終段階か。それが行われているのはおそらく。閉鎖都市、封鎖された渋谷じゃろうな。だけど、オーマとシャドルは競合しないの。ベガが黙っているとは思えないんだけど。そう言われればそうですよね。それを確かめるためにも戻らないと、早いところ。なら、一度ここを出て、クルマさんたちと合流しましょう。待ってください。空間転移の反応を確認。次元に歪みが生じています。また異世界から。もしかしてベガの奴ら、出直してきたのか？お店水没するぞ、これ。あら、これはいいお湯ですね。オーマイガー、何やってるの、シルフィーさん。よりによって一番いい場所に。どうして急にこんなところに来た、シルフィー。あんたも何か狙ってるのか。とんでもございません。私は情報をお伝えに来たのでございます。情報？サービスはしてくれるんだろうな。良いでしょう。お知らせしておかねばならないことですし。え？こうすんなり行くと。逆に何か嫌な予感が。はい、この件を捨ておくと商売どころではなくなってしまう可能性が。ちょうど来たな。その話詳しく聞かせてもらおう。あ、クロムさん、皆さんも無事だったんですね。
なんだここは。俺たちが向こうで戦っているとき、まさかみんなでぐるぐる温泉に集まっていたのか。シェルフィーさんまで一緒になって。私は今来たところでございますが、確かにいい場所でございますね。まさか門の奥が露天風呂だなんて、もしかしてすごい効能があるのかい。美肌、腹がへこむ、腰がくびれる、包茎というところじゃ。それは聞き捨てならんの。は、入らなきゃ。急ぎましょう。あ、男性陣は門の外へ出てください。仕方ねえ、男は出てるか。いやいやいや、その前に情報交換を先にしないと。確かにこんな場所だけど、こっちも大変だったんだから。そっちはどうだったの。はい、皆さんのおかげで神竜の巫女様をお守りすることができました。黄金の種もこの通り取り戻しました。見事だな、これで問題が一つ片付いた。ま、カムーズは取り逃がしちまったけどな。カムーズだけじゃねえ、ザギやババもこの世界に入り込んでたぜ。もう世界の隔たりなんてないも同然ね。シャドルの連中もいた。この門から来たと言っておったが、ああ、こっちにはベガが来た。奴らも神竜の巫女を狙っていたようだが。ジュリが誘拐しに来てたぜ。ご丁寧にジュラルたちを連れてな。どんだけ人気あるんだよ、神竜の巫女様ってのは。本当にね、騒がしいのは好きではないのだけれど。ん？その嬢が神竜の巫女か。ほう、なかなかの別品やないか。お上手ね、異界の人たちはみんなそうなのかしら。紳士揃いなのさ。その巫女か、どうしてここまで来た。様子を見ておきたかったの。金の鎖もあるって聞いていたから。そんな話があったな。金の鎖はどうした、もしや。ああ、大間にやられた。ここにあった鎖が最後の鎖らしい。黄金の種の回収、そしてこの門の解放ができただけでもよしとするべきか。だが最後の鎖、何が起こる。もしかしたら私が持ってきた情報、それと関係があるかもしれません。そうだった、話を途中で切って悪かった。シルフィー、この件と関係ある情報とは何だい。はい、ある時代を中心として大きな時空の乱れが生じているのです。さまざまな時代、そして世界に影響が出始めています。それぞれがつながったり、勝手な転移が起きたり。ある時代を中心として。シルフィー、もしかしてそれは。はい、神羅ご一行様のいらした時代です。大間ね、間違いなく。いよいよ動き出したか、戻った方がいいだろうな。次期、異界の門の力を使って彼らを元の世界に戻すことはできるか。大丈夫よ、だけど今すぐにというのは難しいかしらね。何か問題があるのですか。短時間に複数の異世界とつながりすぎたよね。非常に不安定な状態になっているわ。こんな状態では正確に行きたい場所に行けるとは思えない。ならばここで立ち往生になると。慌てないで、一日もすれば大丈夫。悪いことは言わないわ。出発は明日にしなさい。く、歯がゆいな。だが仕方ないか。あら、ということはもしかして。もしかするわね。お風呂セットはいかがでしょうか。ひよこちゃん付きでございます。おっとっと。はい、というところで、ちょっとクライマックスチックな感じの話になってきましたね。というところで、第36話、これで終了したいと思います。